はい、えー、っと今回は ACB の試合ですね ACB でのバルセロナで行われた ACB の試合の解説します初めてでしたねこうバルセロナ行ったの、うん、これパンアメリカの 一週間ぐらい前ですねで。契約体重が60キロ以下、同義なしで60キロ以下で、うんだ僕パンアメリカに向けて減量してるんで、パンアメリカは同義込みで57.5なんで、だこの時はもう僕はほぼ減量してない状態ですね。あと前日計量なんで、基本的に うーん僕より大きな選手が大きいですね、この階級は。だ僕はほとんど減量しないんで、小さい方になります。でルールが、まあ、特殊っていうか、普段僕が戦ってる IBJJF ルールとは全然、まあ、全然でもないんですけど、ちょっと違いますね。 1>, 1ラウンドをこうやって5分でかつあと初めの1分間は引き込むとマイナス2点が入るんで僕いつも引き込むんですけどこうやって立ち合ってるんですよ今もうこの見ての通り立ちが全然できないんでうん なんか何回かトライしたことあるんですけどねやっぱ継続しないといけないですよね何でも立ちの練習農技のレスリングの練習の方がまだやってるかな柔道はもうほとんどやってないですね なんか痛くないですか柔道の練習ってなんか受け身があの投げられて受け身取るのがもうなですかねもう極真も痛くてやめたんですけど極真空手ローキックの受ける練習とか今えー、っと1分経った瞬間にもう引き込むっていうで同時引き込みになって僕が上取ったんで同時引き込みで上取ってもいい点入りますでこれハーフからチョークに 行ってます。そこからパスに繋いようとしてます。でまたでも相手にハーフに戻されました。左手は相手の首の裏側を掴んで、左足を首の裏にかけてチョーク行ってます。右手のグリップが結構大事なんでちょっと注目してみてください。 右手相手の腰を抱えてハーフで相手が起きるためには僕の体勢を前に崩さないといけないですねおしつこくいくっすねでこっから上みしに回って今パス仕掛けてます、ね、起き上がってきたところをバックこの相手選手はうん、まあ、正直あんまそんな強くない,ないっすね まあなんかこのプロ工業も,もちろん実力の高い選手が呼ばれてるんですけどまあ完璧に実力で呼ばれてるかって言われるとまあ全くそうじゃなくてまあやっぱコネコネですねコネ。 まあでも何でもそうかもしれないですねどんな世界でも、うん、まあでも本当ににる力があるやつはコネがなくてもまあ選ばれると思うんでまあ一握りっすけどまあそういう一握りになりたいっすよね 僕がこうやって選ばれてるのもコネなんでやっぱりこの世渡り上手な実力じゃなくて僕の世渡り上手さゆえのなんで今クラッチ作って先ほど逆回になってますねおお。 なるほど結構こうやって抜き際狙ってる相手ハーフの選手って多いですよねでも今の何にも入んなかったのが僕が多分解釈的には僕がパスほぼ行ってから相手が返したんで相手はパスのエスケープとしてトップを取ったってことで2点が入んないですね で、僕、8-0でリードしています。で、これ3ラウンドあるんですね、3ラウンド。で、スコアの付き方が1ラウンドごとにスコアが付いて、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、うーん、なんか4点差以下で19とかつくんですよ、スコアが。1ラウンド。で、4点差以上で80みたいな。だから、なんか UFC と、なんか総合のラウンドごとの、 なんかスコアシステムみたいな今だったら2対10なんで8点差ついてるから18で僕がこのラウンド取ることになりますベリンボロから起きて最後2点取ってインターバル1分ですねこれ結構きついんですよね 今僕、黒 B のその IBJJF 連盟の試合だと10分なんでこれ5分3ラウンドなんでやっぱ短い時間でまあ区切られる方がなんすかねうんゲーム展開がこう圧縮されるんでその分やっぱ10分になるからって言ってうん何んすかね5分の 試合と10分の試合があったとして10分になるからって言って運動量が2倍にな,ってなるかっていうと全然単純にそういう話じゃなくて結構間延びすするんですよねみんな10分っていうゲームプランになるしもちろんすぐ決めれれば決めれないに行ったりするんですけど実力がきっ抗とかしてるとあんまり序盤飛ばすと疲れちゃうみたいなこともあるんで。 こういうふうに5分3ラウンドっていうのは結構きついっすよね。僕7分1ラウンドとかの方が好きっすね。10分はちょっと長いなって思うんですよね。正直僕も。あんまり10分でやる必要感じないっすね。やっぱ間延びしちゃってるんで。これまたタッチっすね。 相手もそんなに多分立ち強くないんでまあなんとかどうですかこの僕の立ちはそうすね痛いんですよね柔道の練習ってレスリングのタックルの練習はそんなに痛くなくて好きなんですけどなんかこう投げて 受け身してみたいな綺麗に受け身すれば痛くないよとか言うんですけど十分痛いんですよね。いやそれ十分痛いからいでこれ1分経ったからここも座り合いして。これ2点入るんだからこれ入んなかったと思うな二点が。まあでもちょっと僕ダブルガードじゃなかったですよね。 ディープを作ろうとしてます足抜きに行くでこれ先と同じ体勢を作りに行ってます、ねまあでも先と違うのは相手が僕の膝を今回抱えてますねうん 僕減量余裕だったんですけど相手なんかすごい体重ギリギリで結構もうパンツ脱ぎで全裸敬老だったっすねうんこの試合結構ギャラいいんですよねなんか ちょっと細かいギャラは言わないですけど、なんか出場するだけでもいくらかもらえて、勝っていくらかもらえて、さらに一本勝ちするといくらかもらえるんですね。だから結構僕、アグレッシブにいってるっていうところがあります。まあ、大いに越したことはないんで。 まあなんかお金のために戦ってるっていうぞなんかこれきれい事じゃなくてなんかお金のためにあんま戦いたくないですよね。まあでもなんかもらえるもんもらっとこうみたいなちょっとこすい精神があるんでその精神のもと決めに行ってますね。 なんか術は全部なんか基本的にこう楽しみで自分の楽しみでやりたいんでなんかそれがなんかお金のために戦うみたいになるとなんかこう初めの僕ものんか動機からずれちゃってるのがなんか気に食わないっていうかまあなんかお金はなんかこう好きでやってた結果ついてきたら まあ、ラッキーぐらいに思,う思ってやりたいですよね。おスイープですね。でこれ2-0、まあ。このラウンドもし2-0で負けてもあれまだスイープし返したですね。今のスパイダー使ってフック足首にフックしてバランス崩すのよく使いますね。 もう同じ形にしかならないですね相手は今警戒して僕の足を取りに来てるっす足抜きにいくあとこれアドバンテージはありませんポイントだけですねポイントは一緒です普段のルールとそう でこれ今,今回ラウンド2二2で同点なんでだから最初僕18なんで相手は次のラウンド2点差で勝ったとしても僕は勝つっていうそういう感じですねちょっと分かりづらいっすよね初めてのバルセロナなんか着いた時に朝の9時とかでホテル行ったら 現地のホテル、まあ、全部手配してくれてるんですけど、ホテル行ったら、チェックインが1時からとか言われて、で、なんか、そっから時間潰してちょっと散歩して、な結構寒かったんですよね。おコンタクト入れてる。外れた、コンタクト。